はい、どうも、ジャヌダルクです。というわけで、今回は、まさかのスマホ版、レインボーシックスシージこと、エリア F2 が日本で配布されたということで、いやー、これはおめでとうございますでいいんですかね。結構立場的に難しくて、まあ、リスナーさんの6、7割が実際にやってて楽しいとか、やってみたいっていう肯定派で、残りまあ2、3割ぐらいが早く訴えられろとか、まあ、本気に失礼っていうちょっと否定派なんですよね。まあ、どっちの意見もね、すごいわかるので、ちょっとね、板挟みにされてる感があって、実況しづらいところではありますが、まあ、訴訟されない限りはね、僕も普通通りにやっていこうかなと思います。はい、むしろその訴訟までの工程が見てみたい。はい、ということで、まあ先ほどもね話した通り、日本配布がすでにされておりまして、一応公式からはこういった感じで、まあ、4月30日にグローバルリリースするよと。多分まあ時差の影響かなんかで早くね日本ではできてるっぽいですね。で、世界中に配布するってことなんで、まあここからが本当の勝負ですよね。まあ今までは一部の国限定で細々とやってましたが、こっから一気に本家の目について勝負ということで、まあ逃げ切れるか F2 といったところでしょうか。はい、でなんと Android と iOS でもね、同時配信ということで、この瞬間から全モバイルのプラットフォームで遊べます。ただまあ日本語訳はまだされてないらしく、一応この世界配布に伴って、こちら、ジャパンサーバー、日本サーバーですねがちゃんと作られるっていうね、まあ、すごいこう日本人としてはありがたい限りなんですが、今のところ、英語オンリーですね。ただぶっちゃけこのゲームの大体の仕様は本家まあなので、まあ経験者はわかるんじゃないかなと。そこはちょっとさせてください。ではこれちょっと海外版だったんで、日本語版の方ダウンロードしていきましょうか。ダウンロードの仕方は簡単。こういう形でエリア F2 って検索していただくと、はい、出てきますね。まさかのストラテジーゲーム。評価38。で、まあこういう形で、一応まあ日本のアップルス、お、待って、これオープン、あ、なるほどね。ごめん、新しくダウンロード始まるかなと思ったら、共有でしたね。共有というか共通でしたね。レビュー見てみると、まあ、言語に日本語訳がないと、ジャイロ機能がないっていう形で、ジャイロ機能を使ってる方からしたらちょっとあれですけども、普通にプレイできてるので面白いと。で、まあ、日本語はよ、マジで神ゲーです。26のスマホ版。っていう形で、まあ、これは多分桜レビューないよね。マジのまんまだと思う。一旦こっちのエリア F2 の方でやっていきましょうか。ちゃんとほら、課金要素も円で書かれてますよね。はい、ということで、日本のストアの方でね、ダウンロードさせていただいたんですけど、あれですね、海外版と何も変わりなかったですね。変になんかアカウント失っただけって感じなので、もしね、海外版からちょっと今回のグローバル版ね、インストールする方はこちらの、アカウントリンク使っていただけたらなと思います。せっかく前のアカウントでランクマちょっとと、あとキャラクターですね、アンロックしてたんですが、まあ残念ながら1からのデータということで、まあやっていきましょうか。で、今のところ課金機能が、機能してなくて、まあこういう形で課金をしようと思ったらできないですよと。で、先ほど見たこのストアの方から直接、課金しようと思っても、こういう形でできないですね、反応しないですね。はい、ということで、まあこれもおいおい直ってくるんじゃないかなということで、まあ、とりあえずこのゲームの魅力ね、ランクマッチの方じゃないわ、普通の公開マッチの方を紹介していこうかなと思います。回線速度はこんな感じ。ジャパンを選択して OK でいきましょうか。すいません、公開マッチがレベル5までね、ボットだらけだったので、とりあえずまあレベル5まで上げてきました。でプラスレベル5になるとね、ランクマッチがアンロックされますので、まあ、せっかくなんでランクマッチの方やっていこうかなと思います。さあ、記念すべきランクマッチ。まあ、個人的にそうですね、ボット相手で動画はね撮りづらかったですね。ボット相手だったらドローンも壊してくれないんですよ。もう目の前ただいるだけみたいな感じで、マジで動きがなかったんで、ちょっとねそのコールオブデューティーモバイルのボットと違って、精度がそんな良くないんじゃないかなと。はい、ではやっていきましょう。ランクマッチ、使っていくキャラクターはテルミット、武器が AK12 ですね。まあ、見てもらったら分かる通り AKL12 となっております。まあ、こういう形でうまいこと回避してるんでしょうね。で、まあ、そうですね。このゲームの特徴といえば、まあ、先ほども言った通り、もうまんま26ではあるんですけど、ちょっと優しくなった26かなっていう。まあ、TK、FF がないんですよ。チームキルとフレンドリーファイヤーがないので、その、いわゆる26ならではのイライラっていう、外役プレイとかっていうのがね、ないので、まあ、比較的というか、その、モバイル民装に合わせた作りにはなってるんじゃないかなと。やっぱ本家さながら TK、FF があるモバイルの26だったら、まあ、どうなるのかって、まあ、皆さん、ね、想像つきますよね。なので、まあ、割とストレスフリーな作品にはなってるんじゃないかなと。さあ、やっていきましょう。屋上からドローン脇ですね。よいしょ。じゃあ、3階を調べるって感じかな。まあ、この天窓もどっかで見たことあるって感じですけど。さあ、一番上の屋上、いるかな ?D はいないと。ってなると下か。C だね。あ、いいね。味方がターゲット発見。うん、さあ、しっかりとボム発見。敵も。あ、いいね。ちゃんと繋げ、やばそう。撃たれたくない。撃たれたくない。やめて。撃たないで。ここに隠れるよ。オッケー、ナイス。さあ、しっかりとここで隠れていきましょう。Here you go。さあ、では、ここカメラの位置分かりにくいんだよな。オッケー。とりあえず上は取ったんで、テルミットパイセンを使っていきます。よいしょ。さあ、カモン。いやー、見てくるかな。いた。オッケー、ナイス、1キル。いいね。さあ、やっぱ上を取ったもん勝ち。
今のところ見えないかな。シールド置いてんね。足音聞こえる。まあ、こういう時こそ、よいしょ、私のドローンを使うと。周りどこだ？うわー、待って、邪魔置かれてる。ちょっと移動して。あ、いたね。そこで角マッチングしているから。あ、待って、これ入ってくるんじゃね？鹿入ってくるよ。何やってんの味方。オッケー、殺す。こいつかな、さっき言ったの。違うよね、やっぱいるよね。まだいるわ。ここにいますよってマーク焚いといて。ちょっと撃っちゃっていいかな、これ。ナイス、味方カット。いいね、邪魔も壊す。邪魔あそこにあったんだ。じゃあそんなに効果範囲でかくないんだな。さあ味方と一緒に死ぬ。うわー！いや味方いけたから自分もいけるかと思ったけど、ただまあ味方がうまいことアシストしてくれてますね。あーやっぱ日本人いるわ。今日リリースなんだけど全然日本人いますね。頑張れ俺の、あれ俺の敵討ちは味方死んだのか。ただあと一人か。大丈夫、スモークだよ。いやー頑張れ。ピックアップした。そこいるからね、気をつけて。うわー味方頑張れ、頼むよ。終わった。111ナイス。ちょいやって、いいよ。おーうまい、ナイス。いやー熱いねこれは。まあ、こういう形で下打ち。やっぱミンドはこれなんですよね。まあ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 、まあやっぱこうなっちゃうよね。やけどやっぱ面白いわ、熱い。さ、次は地下か。地下はどうしよっかな。これ多分家側らしいんだよね、ブラックホールが。ちょっと待って、ガジェット何がある？インパクトグレー、あ、インパクトでかいね。さあ、味方は邪魔にガスグレネード、バリスティックシールドに、ポイズントラップ。あ、いいね。アーマー配ってくれるの助かるな。どうしよう。どこ置けばいいんだろうな。ここ繋がってる？まずマップ把握だよね。あー、繋がってるから、ここに、よいしょ、炊きましょう。1個。よ。まあ、ここにも炊いちゃいましょうか。よいしょと。いや、炊き方まんま一緒だな。あ、いいね。バリスティックシールド。ちゃい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 、これ。よいしょ。ちょっとボタン押し間違いがあるけど、しっかりとバリスティックシールドつけてと。ここも、よいしょ、つけちゃいましょう。あー、こっちも守らないといけないのか。こっちの方が守りやすいな。ここ、インパクトで開けようかな。どうしようかな。悩むね。ちょっと遊撃とかやっちゃおうかな。あー、敵立ているから、あれいつにインパクトグレネード使いたいよね。いた。角待ちしててごめんよ。ごめん、腰打ちじゃダメだ。危ね。多分いるね。いた、発見。あいつはインパクトで狩る。くれ、ナイス、オッケー。ダウンも殺す。大丈夫だね、来てないね。あ、いたわ、さっき。リロード。リロードしつつ、ちょっとしゃがんでみる。あ、上開いたんだけど。ま、それ。ウィンナー、いた。抜けるかな、それ。ちょっと手当てたよ。どうしよう、それ。マジでヤバぽよって感じ。縦の、あれですからね、攻略方法も一緒ですからね。ただ、やっぱり、縦壊せたのはでかい。これであとワンワンになっても大丈夫。怖いけど、大丈夫かな。上壊してる臭いな、それ。あ、やって、待って、バッテリーがやばい。さあ、残り51秒。来るかな？上に一人いるんだよね。スレッジだよね、あれ。ここ怖っ。ちょっと、把握してないからマジビビるわ。あれ見られとったらやられてたよな、絶対。別に見る必要ないよな。ナイス勝利。ちょっと待ってよ、やばいな。充電しないとやばい。はい、ということで、充電しました。まあ、これで、ラスト1ラウンドぐらいいけるはず。これで決めよう、みんな。さあ、味方まさかの、盾が2人。いいですね、モンタとブリッツがいる。これは攻めだいぶ強いぞ。これは地下に行くのかな？大丈夫そう。A スキャニングしようかな。いなさそうだね、A も。D か。一応、いないよって。やっとくか。さあ、では2階ですね。まあ、スキャンしていきましょうか。いやー、邪魔置かれてる。この前待機でいいかな。さあ、上を取って、どっちから攻めようかな。わーお、逆さま。あ、てか、やばこれ。絶対抜かれるやん。違うところから入ろう。こっちからやっていけるんかな。あ、撃たれ、撃たれ、どこ？上！ちょっと、あー、なるほどね。頑張れ。当てるやろ。壊れへん。おい、なんでや。壊れへん。あー、やって壊れた。やっぱ当たりはんでちょっとガバいよな。そこらへん。敵のやつ拾ってる。さあ、シールドつけて、君はこれでカタカタだと。おーい右いるよ。右。ほら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 。頑張れ。そこでフラッシュタックか。頑張れ。ナイス、オッケー。とりあえず一体持っていった。あとはシールド部隊ですね。さあ、君たちがどう輝いてくれるか。あ、撃たれてる。かわいそう。いたな。さあ、果たしてどうするか。わー、グレネード。わー、トリガーハッピーしてる。一回リロード。いいね。遮蔽物隠れながらトリガー。じゃあね、毒ガスか。お、そこでボム設置。確かにボム設置しちゃえば、あとは、こっちのもんよ。縦のもんよ。おー、すげえ、成功した。あ、やられた。ちょ、惜しかったな。いやー、残念。さあ、ということで、やっていきましょう。とりあえず、家川くんを置きまーす。あ、待って、いいんじゃん。くれ、ナイス。こっちから来られそうだな。よいしょ。さあ、しっかりとバリケ張りつつ、ここも一応貼っとくか。アーマーつけようか。よいしょと。あと一個誰が使ってないんだろう。あるよーって教えとこう。は？うわ。すいません。充電が切れました。
まあそれぐらい熱中するゲームってことですね。うわーこれごめんよ、充電早く戻して復帰しますわ。一応これ復帰機能もあるんでね、すいません復帰しました。なんか結構ジージーしてるみたいですね。ただまあこういう形でちゃんと復帰ができると、いやーすまんかった正直。充電できてるかと思ったら充電できてなかったんですよね。おーナイス、はいこれで私のランクマッチは勝利で飾れると。いやあれですね、電源コネクトあるじゃないですか、オンオフできるやつあると思うんですけども、あれをですねまあ買ってるわけなんですよ私。以前私実家の方でですね、そういう配線系のトラブルで全焼しまして、実家が。はい、それ以来私一人暮らししててもそういうバーニングファイアが非常に怖くて、結構ちゃんとしたやつを買ってるんですよね。3000とかそれぐらいするやつかな、結構高いやつ買ってるんですよ。はいどうでもいい話でした。まあこういう形でね、非常に面白い、FPS ではあるんですが、いつかね訴訟でワンチャンあるんじゃないかなと個人的には思っております。まあなかったらそれに越したことはないんですけど、まああったらあったらね、課金した分どうなんのとかいろいろとなってきますので、まあ良ければね皆さんそこら辺も踏まえた上でこちらのゲーム遊んでいただけたらなと思います。はい、ということでこれからもねエリア F2 だとかコールオブデューティーモバイルの動画上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録高評価お願いします。それではご視聴ありがとうございました。